どうも。若い頃のスティングってラキティッチが性欲強くなったみたいな顔してるよね。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりましたトークザフットボール、先ほどのおなじみシリーズはですね、林業さんという方がツイッターで送ってくれた、投稿を、ちょっと僕がアレンジしました、皆さんのですね投稿また面白いのありましたら使わせていただきますのでよろしくお願いします。というわけでいきましょう。今日は先ほどですねすごいニュースが入ってきました。こちらです。セビージャ清武獲得を正式発表。メディカルチェック後に4年契約を結ぶ予定。というわけでセビージャとハノーファーの清武席に関する交渉は大詰めを迎えていたとされていたが、10日に交渉が合意に至ったと、クラブの公式ウェブサイトで発表されたというわけで、4年契約でして移籍金、契約解除金ですね、ハノーファーとの、それをセビージャが払う形で、それが650万ユーロ、計算しました。日本円で7億9300万円、時価なんで約になるんですけれども、これね、値切ろうとしてたみたいなんですけど、清武がね、怪我しなかったら7億9300万円、全然高くないと思います。日本人なんでね、ひいき目もあると思いますけど、安いんじゃないでしょうか。バネガ選手の後釜というかでわけで、バネガ選手はですね、球際非常に強くて、締めの時のカバーリングもしっかりして、そこから前線に持ち上がるドリブルだったり、今南米選手権でも活躍してますけど、そこからのパスが、生きる選手ですけど、清武選手そのですね球際の強さだったりとか、守備時にスペースを抑える能力とかはバネガ選手ほどないと思うんですけど、何よりもキック精度とあとプレーのインスピレーションですよね。いろんな、選択肢を持ったプレーの中で、その中で一番ですね得点につながるプレーを、判断してそれをその高いキック精度で実現するって感じで、ここで心配なのはやっぱり日本人だと本当にセビージャ行って活躍できるの、清武大丈夫、ネームバリューで行かなかったっていうところだと思うんですけど、これですね、清武選手の、ドイツニュルンベルグへの、移籍の時の話なんですけど、僕が好きなですねサッカー解説者の実況者のですねフリーアナウンサーの、倉敷さんという方が言ってたんですけど、清武がですねニュルンベルグに移籍する時っていうのはいろんな、移籍の噂が上がって噂、いろんな移籍のオファーをもらった時点で自分でそのチームのですね、ビデオを見て自分はどのチームが合ってるのかっていうのを、判断した上でニュルンベルグ行ったらしいんですよ。なんで今回のセビージャ移籍もですねそういうところでちゃんと判断して、清武選手なら年齢を重ねてこのセビージャへの移籍のオファーが来て自分がそのチームに合ってるのかどうなのか本気のオファーなのか、スポンサー目当てじゃないのかとか、そういうことを判断した上で行ったと思いますんで、ぜひともですね、清武選手には来シーズンのセビージャでの活躍期待したいと思います。頑張れ清武。というわけで、次のニュース行きましょう。ウルグアイ監督ルイス・アレスは出場できる状態ではなかった。エースを欠いたまま敗退決定。というわけでウルグアイですねコパアメリカ2戦目のベネズエラ戦も負けましてね、ちょっと敗退が決定してしまったんですけれども、スアレスがですね、怪我をして、そのチームをですねなんとか危機から救うべくですね監督に直訴して出してくれって言ったらそれを断られてですねすごい怒ってる映像がありますんで皆さんで見ましょう。こちらです。ダメだよって、はい、めっちゃ怒って壁ドンしてましたけれどもね、隣の部屋うるさいみたいな勢いですごい勢いの壁ドンでしたけど、彼のようなですね負傷を抱えた状態で活躍できた選手がいるなら教えてほしいみたいに監督言ってるんですけど、それ以前の問題でスアレスがですね、ベンチ登録されてなかったらしいんですよね。マジでっていう、じゃあビブス着ちゃってるけどっていう、この前にウォーミングアップしてるんで、なんでですねその、ベンチ入りメンバーじゃないけれども、君は重要な選手だからベンチでみんなをですね鼓舞する役割を担ってくれみたいなことを監督言ってねえんだっていうスアレスですね去年のバルセロナの優勝のね、立役者ですし、クリロナ、メッシのこのね得点王争いにですね、5年ぶりですか割って入った、本当にですね今もう世界で最も重要なプレイヤーと言っても過言じゃないぐらいの本当ウルグアイのですね本当にスターであり中心でありっていうそういう選手なんですけど、その選手にそういう説明しないんだってね、だからここでもしかしたらいやお前ベンチ入ってないからってここで言われたのかもしれないです。したらもうなんかその俺アップしてたし恥ずかしいしチーム救えねえしみたいないろんな怒りの感情がドーンに出てましたからね。なんでねこれ近くいたら多分噛みつかれてたと思いますし、なんでスアレスねバルセロナでワンシーズン頑張ってくれたんで僕としてはねここでこのせいでねコパアメリカ、出られないのをね申し訳なくも思いますし悔しいと思いますけどね、十分休んで、来シーズンまた頑張ってほしいなっていうふうに思います。続いてもう一人のスアレスの話です。デニス・スアレス念願のバルサ復帰というわけで、ビジャレアルでですね、前のシーズン2015-16シーズン活躍しまして、バルセロナに復帰するんじゃないかってもう復帰が濃厚だって言われたデニス・スアレスがですね
ね、ずっとねグズ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 してたんですけど、やっとですねバルセロナが、買い戻しオプションを、行使しまして、獲得すると、なんかメディアの情報で他に行けるですね契約もあるっていうので、もしかしたらデニス・スアレス側の代理人がグズグズすんなよってことでね、バルサ側へのメッセージも含めてニュースで出したかもしれません、日本円で4億2700万円のですね買い戻しオプションを払ってデニス・スアレスを獲得したと。もうめっちゃ安いですよね。なんでこれにグズグズしてたかわかんないんですけど、なんでデニス・スアレスですね、プレイスタイルとしましては、テクニックがあって前線にですねいいタイミングで飛び出せる選手、サイドバックとセンターバックの間のラインだったり、そういうところにですね中盤だったり中盤ウィングの位置から入り込むのが上手い選手ですね、右利きなんで左サイドでボールを持った時に相手から遠い位置でボールをキープしつつ、それを運ぶのが上手い選手で逆サイドへの視野も取れるっていうわけで、まあイニエスタの後継者候補でありネイマールの、控えになるんでしょうか。またですね、ノリートの獲得の噂も上がってますね。ノリートを獲得するってなりますと、やっぱり中盤でデニス・アレスが使われることになると思うんですよ。その後バルセロナ中盤ってイニエスタと、ラキティッチの、2人に、下が、イニエスタとラキティッチのところに、ブスケツがいるんですけど、ブスケツはもう、確実なレギュラーで、イニエスタも衰えなかった限り確実なレギュラーで、このラキティッチのところセルジオ・ベルトとラキティッチどっちかかな、アルダトラ入ってくるかなって感じなんですけど、まあ重要な試合では絶対ラキティッチってことで、その後そのですね控えのポジションをですね、ラフィーナ、セルジオ・ベルト、アルダトラ、デニス・スアレスで争うことになるんですけれども、どう考えても人数多いですよね。そうなってくるとやっぱ一番、放出される可能性が高いのは、カンテラ出身、下部組織出身じゃないこのアルダトラになると思うんですよ。そうなってくるとユーロでですねトルコ代表にアルダトラ選ばれてますし、トルコ代表では中心選手です。なんでですねアルダトラの活躍を一番祈ってるのはバルサかもしれませんね。ユーロでアルダトラに活躍してもらって、高いお金で、売って、その移籍金を他の補強に当てる。ちょっとねあんまりいい気持ちではないですけどね、アルダトランが活躍して移籍金が上がるかどうか、獲得に名乗り出るクラブが出るかどうかが今後のバルセロナの、状況に、関わってくると思います。そしてちょっとその2つに比べて地味になんですけど、パリサンジェルマン対談のファンデルビールはローマと交渉、3年契約なるかというわけでね、ファンデルビール今フリーでして、ローマの右サイドバックにですねこのファンデルビールがなるのかなということでこのニュースをチェックしたところ、ファンデルビールはローマに年俸300万ユーロを要求で、クラブは250万ユーロに抑えたがっているようだというわけでね、ファンデルビールはもっと年俸欲しいよって、でもクラブはいやそんなには出せないよというわけ で、その後にですね、それぞれにとってネックがあることが理由という、ローマにとっての問題は年俸、選手が気にしているのは出場機会だ。ローマはファンデルビールに、アレクサンドロ・フロレンツィがレギュラーと伝えているというわけ で、ファンデルビールは、もっと出場機会欲しいよ、それに年俸も高くしてって、すごい要求だなって思いました。出場機会ないそんなにないよって言われてるのに年俸いっぱいちょうだいってなかなか言えないなと思いましてね、この感じだとなんかコミュニケーション成り立ってない感じが面白くて、ちょっとこれ取り上げてみました。というわけで最後質問いきましょう。 UWSA さん、前評判がそこまで良くないイタリアですが優勝の可能性はあると思いますか、というわけで、はい、イタリアですね、一番最近の写真が全然出てこなかったんで、もうバルテッリがいる頃の写真になっちゃってるんですけれども、このですね、左下の2人、マルキージョとペラッティっていうこのですね、守備の時にですね頭が弱くて攻撃の時にもアクセントをつけれるこの2人がいないのが非常に、イタリアの、タレント不足に拍車をかけてると思います。そんなイタリアのですね試合見て、ちょっと気づいたところを挙げていきたいと思います。そのイタリアの弱点、今言ったようにですね、中盤のタレントが、いないので、モッタの前の2人のこのセンターハーフ、ジャッケリーニ、パローロ、この2人がですね運動量はあって守備攻撃に走るんですけれども、攻撃の時にですね特に引いて守られた時にそれを崩すインスピレーションが足りないんで、スペースの間に走り込んでボールを受けた時のアイデアが足りないですし、攻めの時にもですねダイレクトのプレーとか、そこをつなぐ精度とかが足りないんで、相手が固い守りをした時に、なかなか、活躍できてないです。そこがですねイタリアの、相手のですね、守備を崩せない、あのフィンランドと戦った時にですね、フィンランド相手にあれ崩せないとなると、フランスだったりドイツだったり守り得意なチームが固めてきた時にですね、そこ崩せないだろうなっていう風に、思いました。それとですねこの両サイドが強みないんですけど、カンドレーバとエルシャーラウィ、どっちもですね、まあ、エルシャーラウィは特にスピード型のドリブラーで、カンドレーバは、まあ、テクニック型、フィジカルマッチっていう感じの選手なんですけど、この両サイドがボールを持った時にですね、4バックじゃなくて3バックなんで、後ろはですねサイドバックの、サポートがないんですね。なんで、ドリブルで積極的に仕掛けて取られてしまうと一気にカウンターになるんで、非常に、ですねあのリスクを背負った仕掛けになると言いますか、相手が特に引いて守ってる状況での仕掛けの時に後ろのカバーがいないんで、大胆にドリブル突破できないっていうことがありまして、
ここをちゃんと持ったとかパロールとかジャッキー・リンに、ちゃんとカバーしてほしいと思いますね。そこでの判断能力でもジャッキー・リンにパロールが、このペナルティエリアで待っちゃって、そこはフォワードに任せてカンドレーバーの強み活かせるようになんとか、カンドレーバーの強み活かせるようになんとかしてほしいなっていうふうに、思うんですけれども、その辺の、攻撃陣のシステムって言いますか、その組織の構築が、必要だと思います。で、中盤のこのモッタっていう選手なんですけど、この選手ゲームメイク得意なんですけど、時々不用意なパスミスがあったり、そのパスミスした後の寄せが遅かったりですね、タックルのタイミングが遅くてファウルになったりとかする時があるんですけど、その点でですね、一気にディフェンスラインの前まで、ボールを運ばれてしまってピンチになるシーンがありますんで、それのせいでね、よく持ったバルセロナの頃は退場癖なんかがありましたけれどもね、昔持ったが一回イエローカード出して、その後持ったがよく退場するイメージがレフェリーについてたせいで、持ったファールしてないのにオレゲルか誰かのファールを持ったにイエローカード出て退場になってた時ありましたからね。そのぐらい退場癖でおなじみの選手だったんですけれども、このモッタがですね、そういう不用意なプレーで相手にボールを取られた時の切り替えの遅さのカウンターで前まで運ばれるっていう、ディフェンスライン前まで運ばれてやばいってなる時も、あるんじゃないかなっていうところで、そこが怖いですね。その辺もジャッキー・リーニ・パロールの、2人の、戻りだったりとか守備のですね、組織の構築、重要になってくると思います。逆にですね、イタリアの強みですよね、ユベントスユニットですね、3バックプラスゴールキーパーブッフォン、この3人の、3バック特にですね、一つの脳みそで機能してるんじゃないかっていうぐらい連携素晴らしくて、なおかつですね、ボールを奪った時のこのボヌッチの縦パスだったり、キエリーニの攻め上がりだったりは必見ですので、こうなんですか、3バックっていう形ですけど、3人がそれぞれ司令塔の役割も担ってるっていう感じなんで、そう簡単には崩れないと思います。なんで、イタリアが負けるとしたら、相手に1点取られて、それをですね、追いつけるような攻撃力がないっていう形だと思うんですよね。なんでそうなってくると、グループリーグは突破できても、トーナメントは厳しいかなっていうふうに、思うのが、現段階の状況です。じゃあイタリアどうしたらいいのかっていう話なんですけど、まず持たせてくるチームへの弱さがありますんで、相手に、持たせるような形の方が攻撃的には、いいと思います。特にですね、スペインとの親善試合とかもそうだったんですけど、相手がボールをつないで押し上げてくるチームだとサイドにスペースが空いて、そこをつけてサイドからクロスとかがありましたんで、そのカウンターの時だとエルシャラビとかカンドレーバーが後ろに選手残ってるんで、カウンター返しを食らうことはあんまり考えなくて、ガンガンドリブルで突っかけられるとかありますんで、そのカウンターで、相手のサイドバックの裏をついて、そのクロスを決めれるかどうかっていうところで、ちょっとレスターと、戦い方似てるのかもしれません。レスターはもうちょっと中でのコンビネーションを使うかもしれないんですけど、なんですね、結構引いて守って、攻撃したいんですけど、ただ引いて守るにはティアゴ持ったとか、そういうですね、なんか受け手になった時のミッドフィルダーの弱さがあるのかなって思いまして、まあバローロとジャッキー・リーニがどのぐらいその辺を、サポートできるのかどうか、そしてこの攻撃をするためには、真ん中に、得点力のある選手が必要になりますんで、このザザっていう選手ですね、インシーニが、そんなに上背のある選手じゃないんで、このインシーニが、多分動き回って、ディフェンスラインを乱すと思うんですけど、その時に中に残ってるザザが覚醒できるかどうか。このザザっていう選手ですね、非常に厳しい体勢でもですね、強烈なシュートを打てるところが、持ち味なんですけど、スペースに走り込む能力とかそういうところがあんまり高くないんですね。なんでその身体能力に頼らず、そのポジショニング、どのポジショニングが自分にとって一番、得点を決めれる場所なのかっていうのをですね、まあすぐには無理なのかな。でもやっぱりザザが覚醒しないとイタリアの得点力はなかなか上がりませんしね、前線のタレント、こういうね、カテナチオのところで前線のタレント、ロベルト・バッチョだったりとか、トッティだったりとかね、いい時のバロテリだったりとか、そういう選手がいたからイタリアの、サッカーは強かったんで、そのですね、イタリアのタレントの一人として、ザザが輝けるかどうか、それがイタリアのですね、躍進の、鍵になってくると思います。もうディフェンス陣、この3バックとブッフォンは最高なんで、このザザに注目して皆さん見てみましょう。というわけで、レオザフットボールでした。明日もお楽しみに。バイバイ。コメントチャンネル登録よろしくお願いします。下のもっと見るの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ